2006年、ジーナ・バッカウアー国際ピアノコンクールにおいて、D0274 を演奏するスティーブン・ベイウス d ・ d ィ -274 は、スイウス・ディは、スタインウェインサンズの主力製品である、コンサートグランドピアノのモデル名である。1884年に初めて作られた。ほとんどのコンサートピアニストの第一選択と、一般的に評される。長さ274センチメートル、 幅 156cm、重さ 480kg の D-274 は、ほとんどの家庭内での使用には大型すぎる。一方、コンサートホールでは D-274 は広く普及している。一例は著名なバンクライバーン国際ピアノコンクールであり、このコンクールでは、 バンクライバーン財団が所有する2台の D-274 と外部からのもう1種類が選択肢として出場者に対して伝統的に提供される。2003年の推計では世界のコンサートグランドピアノの90%以上が D-274 であることが示唆されている。事実上すべての決定的に重要な意味を持つスタインウェイリーの設計要素は19世紀の 間に開発された。アクションとゲンスケールの設計はヘンリー・スタインウェイ・ジュニアによって完成された。ハンマー、中鉄フレーム、合板製リムはすべて創業者の別の息子であるシーカイセオドア・スタインウェイが特許取得した設計に由来する。トラップワークは長男のアルバート・スタインウェイによって考案された。響き板のほとんどの面もこの時期に開発された。 この初期以降の注目に値する改良点は2つのみである。一つはより若い血縁者、ポール・ビル・ヒューバーによって特許取得された響き板の同心炎上の成形で、これは1936年に導入された。もう一つはより最近のアクションの改良で、これによって力を喪失することなくタッチの抵抗を低減することができ、演奏者に大きな機械効率を提供した。 写真家のマシュー・ブレーディによって撮られたヘンリー・イースタインウェイのスタジオ写真ドイツ生まれの家族がアメリカ合衆国へ移住するより前の1836年に創業者のヘンリー・イースタインウェイはグランドピアノを作っていた。これは今日ニューヨークのスタインウェイホールで保存されている。6オクターブまたは6オクターブ半の限られた鍵盤と復元を持つこういったグランドピアノは D 型コンサートグランドピアノよりも音量が小さい。フルサイズのコンサートグランドピアノは2000人から3000人の聴衆のためのコンサートホールを音で満たすことができる。これはグランドピアノに中鉄製のフレームが与えられる1860年代の前兆であった。当初は弦の累積する桁外れの聴力に対応し、それによって木製構造を破壊から保護するために採用された。 中鉄フレームはすぐに弦の張力の劇的な増大を促進した。弦の張力が増大するにつれて音響パワー及び飛びの増大がもたらされた。アメリカ合衆国独立100周年を記念した1876年のフィラデルフィア万国博覧会ではピアノを含む複数の製造業の競技会があった。スタインウェイ社は彼らの最新の成果を見せる2台のグランドピアノを送り、 会社の革新的で著しく改善されたピアノの品質を示した。彼らの断固とした品質の追求は万国博覧会の金メダルに輝いた。スタインウェイはチッカリングサンズやウェーバーピアノカンパニーを含むアメリカの複数の名声が確立した有名ピアノメーカーとの競争に勝った。今日のモデル D の直接的な前身であるこのスタインウェイコンサートグランドピアノは センテニアルグランドと呼ばれるようになった。このピアノは1878年まで製造された。この年の改良によって、スタインウェイのモデル名が数字表示からアルファベットの A、B、C、D に変更された。これらの文字は今でもスタインウェイの4大モデルに使われている。この時期には、著しい進歩が見られた。1953年8月1日に、 イスラエルで指揮者のモーシャラスティグとギャットな公共楽団と共に D-274 を演奏するスタインウェイアーティストのダニエル・バレンボイム。1878年、スタインウェイは新たな小型モデル A 及び B の生産を開始した。これらは現代的なリムケースを形作る積層階デザインキャビネットを持つ。常に長く薄いの板がに皮を厚く塗られ、 型枠の周りに曲げられ、クランプで固定され、乾燥される。この工程によって、リムの製造がより早くなり、得られた構造はより強く、より安定となる。また、これはより安価であり、少ない香水しか必要とせず、数年の貯蔵と、精密な乾燥を必要とする鉱材の無駄を減らすことができる。このより早い生産方法は、 良いピアノの大きな需要がある時期には大いに有利であった。1880年2種類の大型グランドモデル C および D が以下のように変更された。古いヘンリー設計の C グランドにもフレームで覆われたピンブロックとリムが導入され、1876年のフィラデルフィア万国博覧会で大成功を収めたコンサートグランドモデル D もリムケースを得た。 かつて製造された424センテニアル D-270 には一つとして同じグランドは存在しない。ほぼ全てのグランドに細かい変更箇所がある。そのため、コンサートグランドセンテニアル D-270 は一連の改良のための過渡的モデルとみなすことができる。現存する基地のセテニアルグランドの中で約3分の2が組み立てケースを 三分の一が、リムを持つ。合半ケース、根本的に高い張力の弦、カポバーが、特徴の1883年の試作品 D の演奏会での成功後、スタインウェイは、再設計されたスケール、上高音部位のカポバー、新たに設計されたペダル機構、多層合半ケースを持つ完全に実現された、新モデルである1884モデル D を、公表した。 その後数年間にほとんど変化はなかったが、楽器の長さはわずかに伸びた。しかしながら、1936年、スタインウェイ家の隕石である、ポール・ビル・ヒューバーの特許に基づいた響き板が導入された。ビル・ヒューバーは最も厚い中心部からより薄い、周辺部まで均等に薄くなる響き板を製作しており、より優れた応答性と寿命をもたらすと判断された。 すべてのスタインウェイの革新が成功したわけではない。1961年、演奏機構のためのテフロン製ブッシングが、米国製造グランドピアノに取り入れられた。ニューヨーク本社からの大きな圧力にもかかわらず、ハンブルク工場は、この改良を採用しなかった。ハンブルク工場が抵抗できた理由はただ、ハンブルク工場の利益が、ニューヨーク工場の利益よりも大きかったためである。 テフロン製ブッシングは季節による湿度変化が原因で起こる摩擦問題を減らすことを目的としていたが、それ自身が過度の摩擦を引き起こした。その上、それらは固く寸法安定性のある物質であったため、一年のある時期には固定された穴の中で緩み、演奏中にカチッという音を生じさせた。 ピアニスト及び技術者からの長年にもわたる苦情の後、1982年にニューヨーク・スタインウェイは古典的なフェルト製ブッシングを再導入した。このフェルト製ブッシングには宣伝広告にテフロンという単語を使い続けることができるようにテフロン粒子で作られたドライ潤滑流体が注入された。スタインウェイモデル D は生産されるすべてのスタインウェイグランドピアノの5%を占める。 これは他のピアノメーカーの1から2%というコンサートグランドピアノの生産比率よりもかなり大きい。これはスタインウェイのコンサートグランドが並外れた品質を持っているというだけではなく彼らの洗練されたマーケティングプログラムにもよる。このようなプログラムにはスタインウェイアーティストプログラムとニューヨーク、ロンドン、ハンブルクにあるコンサートグランドピアノバンクは 世界中のコンサートアーティストの忠誠心を事実上保証してきた。米国のステージではコンサートグランドを使用するパフォーマンスの90%以上がスタインウェイ D を使用する。スタインウェイが製造してきた約60万台のピアノのうち約2万5000台がモデル D である。その前身のセンティニアル D ピアノはわずか424台が製造され、 約30代が現存することが知られている。ドイツハンブルクにあるスタインウェイの工場の製品を典型的な例である D-274 スタインウェイは2つの工場で D を製造している。1つはニューヨーク工場、1つはハンブルク工場である。外見上はニューヨークとハンブルクの D は仕上げが最も目に見えて異なる。前者が 伝統的なサテンラッカー仕上げで、校舎が高校沢のポリエステル樹脂仕上げである。しかしながら、それぞれの楽器の音色と演奏特性における違いによって、好みのうるさいピアニストはどちらか一方の工場の生産物に引き寄せられてきた。例えば、ウラディミール・ホロビッツは、ニューヨーク製 D を好んだのに対して、マルカンドレ・アムラン、アルフレード・ブレンデル、内田・光子。 ブルクハルト・シュリースマン、グリゴリー・ソコロフ、アルカーディ・ボロドス、アルトゥール・ルービンシュタイン、クリスティアン・チマーマンは、ハンブルク製を特に好んだ。ギャリック・オールソンは若い頃には、ハンブルク製の華麗さを好んだが、演熟するにつれて、ニューヨーク製の温かさを好んだ。セルゲイラ・フマニノフは米国での自宅のために3台の、ニューヨーク製 D を購入したが、スイスの別荘では、 ハンブルク製 D を据え付けた。ニューヨーク・スタインウェイとハンブルク・スタインウェイとの間の差は今日は目立たない。ピアニストで、スタインウェイアーティストのエマニュエル・アックスは、どこで作られたかよりも、個々の楽器の違いの方が大きいと述べた。アーティストと特定の D との逸話がいくつか残されている。ホワイトハウスにある特別に設計された、D、D-274 特別に設計された、 D-274 スタインウェイアルマタデマ。オークションで販売された世界一高価なグランドピアノである。長年にわたって、スタインウェイは少数の特別版、または限定版の D-274 を生産してきた。これらのピアノの違いは、飾り彫りが施されているボディから配色の大きな変化へと多岐にわたる。 特注の D-274 も作られてきた。ホワイトハウスは特別に設計された D-274 を保有する。これは通常ホワイトハウスで最も広いイーストルームに置かれている。2002年のホワイトハウスクリスマスカードはこのピアノを載せている。オークションで販売された世界一高価なグランドピアノはスタインウェアルマタデマと名付けられた特別に 設計された D-274 である。これは1997年にロンドンのクリスティーズで120万ベイドルで売れ、1997年にスタインウェイ自身が作った39万ベイドルの記録を破った。この D-274 は1883年から1887年に製造され、ローレンス・アルマタデマによって設計された。 このピアノはクラーク美術館に展示されている。2006年、スタインウェイはこのピアノの厳密な複製を再作成した。ツアー演奏者の利便性のためとすべての D-274 はいくらか異なる特徴を有すると信じて、スタインウェイは世界中のコンサートグランドピアノバンクに D-274 のコレクションを維持している。例えば、スタインウェイ社は マンハッタンにあるスタインウェイホールの地下に40台以上を維持している。こういったピアノには CD 識別紙が与えられ、少し離れての高い視認性のために計算された代替ステンシルが貼られる。これらのバンクの一つを訪れるピアニストは、公演、または録音のために、好みに応じて様々な D-274 から試し引きし、選択することができる。 スタインウェイは選ばれた楽器を調整し、輸送するが、アーティストがこれらのサービスの費用を担う。上述したように、一部のアーティストはこのプログラムに含まれる特定の楽器に対して、親しみを抱いてきた。このような楽器を使用するにはスタインウェイに支払いを行う必要があったため、 オルガ様ロフは録音を行う D-274 を購入するに至った。ありがとうございます。